マールワースルターン・アサは、インドのマールワー地方に存在したイスラーム王朝。マールワー王国とも呼ばれる。首都はダール、マンドゥー。ジャハーズ・マハル1398年、デリー・スルターン・アサのトゥグルク朝末期、ティムールの北インド侵略により、デリーでは10万人が虐殺され、トゥグルク朝の権威は地に落ちた。その後、マールワー総督ディラー・ワル・ハンゴーリーは独立の、動きを見せ、 1401年に、トゥグルクアサへの中世と納税を拒否し、マールワースルターンアサを創始した。1405年、創始者ディラー・ワル・ハーンは、治世4年で死亡し、その息子、フーシャングシャーが新たな王となった。フーシャングシャーはその治世、ビンディア山脈あった首都、マーンドゥーに全長4 0トルにわたる巨大な城壁を築き、ダールからここに首都を移した。 その知性、宗教的寛容策が取られ、この時代に建てられたラリトプル寺院の碑文からは、ヒンドゥー寺院の建設に政権がかけられたことはなかったという。しかし、1435年にフーシャングシャーが死ぬと、1436年にその息子、ムハンマドシャーは、最初マフムードハーンハルジーに殺害され、ゴール朝は滅亡した。1436年、 最初マフムード・ハーンは、最後の王・ムハンマド・シャーを殺害して、ゴール・アサを滅ぼし、新たに、ハルジー長を創始した。この王朝の名は創始者が、ハルジー族出身だったことに由来する。マフムード・シャーは、デリーのサイード朝の政治に介入し、グジャラーとするターン・アサとその知性を通して、戦い続けた。また、デカンのバンフマニー・アッサ、オリッサのガジャパティ・アサ、 ゴンドワナの諸国とも戦った。しかし、その死後、マールワー・スルターン・アサの勢力は徐々に衰退し、1531年に、グジャラートスルターン・アサに、首都、マウンデューを落とされて滅亡した。ありがとうございます。